機関車、トーマス、記者の絵本の登場キャラクター、機関車、トーマス、記者の絵本のレギュラー、機関車、機関車、トーマス、記者の絵本のレギュラー、機関車では、ミルバート・オードリーと息子のクリストファー・オードリーが作り上げた、イギリスの架空の島、ソドウ島を舞台に、そこの鉄道網で活躍する機関車や、自動車などとそれに関わる人々を描いた絵本、記者の絵本と、その映像化作品、機関車、 トーマスのうち、1号機トーマスから7号機、トビーまでの、レギュラーとも言える、蒸気機関車のキャラクターを扱う。詳細は、トーマスを、参照小型タンク蒸気機関車。色は青。車体番号は1。トーマスが走る、イーオンバレー鉄道、トーマス、ウゾータークレスラインのアルレスフォード駅で停車中。トーマスが、大井川鉄道大井川本線の橋梁を渡る。仕事熱心な働き者。 気が強くいたずら好きでやんちゃで生意気なお調子者の四拍子を備えているが少しおっちょこちょいな面があり、当初はそれが原因でトラブルを起こしてしまうこともあった。一人称は、主に僕、二認証は、君。第一第二シーズンでは特に生意気でやんちゃな面が強く、第三シーズンから主人公としては問題があるとのことで改善されることとなった。 シーズンを重ねるにつれて成長していく設定になったことで過去の失敗から人の頼りになる役に立つ機関車を目指してさらに仕事熱心で賢くなっていくなど真面目な性格に変わっていく仲間を助けたりパーシーなどに言葉を教えるなどには親切なところも見せ近年のシリーズでは以前と比べると落ち着きが出ているまた 怒られたくなかったとの理由で自作自演行為を働いたこともあった。魚が大嫌い。その理由としては、給水塔が故障していた時、仕方がなく川から水を汲んだのだが、偶然タンク内に魚が入り込んでしまい、故障しそうになってしまったことがきっかけ。さらにその後、事故でボディに魚がかかってしまったこともあるため、魚の匂いまで嫌いになった。除雪器をつけるのが大嫌いで、 窮屈で古臭いとの理由で一度壊したこともある。その後も除雪機をつけて仕事に出るたびに事故などが起きてしまうこともしばしば。タンク機関車であるトーマスは体が小さいことを大変気にしており、初期の頃からテンダー機関車のヘンリー・ゴーオードンにちび呼ばわりされ、またクランキーやハンクにも小さいと言われ憤慨する場面がいくつかある。 第12シーズンで新しい路面機関車のフローラに初めて声をかけられた。時は、赤面しながら、返事をした。人形劇の頃はシリーズを重ねることに、眉毛が太くなっていた。当初は、ナップフォード駅の客車、貨車の構内入れ替えや、重量列車の発車補助をしていたが、ある出来事をきっかけにファークアーまでの視線の運行を、任された。前運用で、夜行郵便列車などの、 本線の小編成の運行につくこともある。第9シーズンでは、トップハムハット卿から、自分専用の緑の貨車をもらう。第2巻の挿絵を最初に描いたレジナルド・ペインは、ロンドン・ブライトンサウス・コースト鉄道の e 2系をモデルに、トーマスを描いた。再犯時にレジナルド・ダルビーの絵に差し替えられたが、モデル機関車は継承され現在のテレビシリーズに、そのまま引き継がれている。なお、 ロンドンミッドランドスコッティッシュ鉄道には3階形という E2 型に似たタンク機関車があるが、この機関車がイギリス国内の保存鉄道で機関車トーマスとして走っている。実際の E2 型は1963年までにすべて廃車、解体されており、保存車は1台も存在していないためである。このか日本では大井川鉄道が保有する日本国鉄 C11 系が トーマスのレプリカとなっている E2 系の特徴である第一動輪のタイヤハウスをイミテーションとして付けている国鉄内での位置づけも E2 型に近い規模の機関車だった詳細はエドワードを参照中型テンダー蒸気機関車モデルはファーネス鉄道系通型蒸気機関車色は青車体番号は21認証は僕2認証は君力は 弱いが頑張りやかつ真面目で親切、物知りである。意地悪な貨車たちですら彼の言うことなら必ず聞き、仲間からの信頼も厚い。おじいさん機関車として紹介されることもあるが、話し方は、青年の様、都道鉄道の機関車たちの重鎮で、初期は、本線で小列車ばかり引いていたが、いつの間にか、ウェルスワース駅構内の貨車の入れ替えや、ウェルスワースから、 ブレンダム校へ分岐する視線で働くことになる。本線のウェルスワースからマロンにかけての急勾配で、補機を務めることもある。他の機関車と比べて性格が真面目で優しいが、怒らせるとさすがに怖い。旧式ゆえに、速度、パワーは劣るものの、知識や経験は豊富で、他の機関車たちの良き、お手本になっている。本編は彼をバカにしていた、他の機関車が反省したり学んだりする話が多いため、 彼自身が本当の主役になることは少ない。大きさはジェームスと同じだが、第1シーズン、エドワードのお手柄の冒頭ではゴードンからチビと呼ばれていた。CG シリーズ以降はジェームスより一回り小さく描写されている。第1シーズンから第6シーズンまでは一度も事故を起こしたことはなかったが、第7シーズン、エドワードとブラスバンドで初めて脱線事故を起こした。また、 ハービーやロッキーを傷つける発言をしたことがある。詳細は、ヘンリーを、参照大型テンダー蒸気機関車。色は黄緑。車体番号は三。一人称は、僕で。二人称は、主に、君が多いが、たまに、トーマスやジェームスに対しては、お前夜回りしている。優しい性格で、森や動物たちが大好き。臆病で強がりな一面もある。 車体が汚れるのを極端に嫌った時期があり、雨に濡れるのを嫌がって雨天時に列車を牽引したまま、トンネルから出るのを拒否し、問題を起こしたこともあったが、その後はようやく元気になって、トンネルから出た。ボディを守る方法は、トンネルに逃げ込むことではなく、仕事の後に整備員に掃除してもらうことになった。第8シーズンでは、めったに旅客列車を担当しなかったためか、 貨物列車と同じように引いてしまって、客から苦情が来るほど、牽引の技術が鈍ってしまった。他にもダックに騙されて、淡水車を6台もつけたりと、変な話題にはことかかない。普段は、ナップフォード、ビッカースタウン間の本線で、貨物列車牽引が多いが、旅客列車も担当する、臨時の魚介類専用夜間急行貨物列車、フライングキッパーを牽引することもあり、 近年のシリーズでは主な仕事となっている。貨車を最大25両も牽引できるが、急行列車はゴードンに比べてそれほど早くない。原作では第1巻終盤で雨も平気になるようにという理由でトーマスやゴードンと同じ青赤ラインに塗装されたが、ゴードンと区別がつきがたいため、第5巻から元に戻された。改造前の姿はルナー A1 型を GNRC1 型に合わせて製造した、まがいものだったが、改造後の姿は、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の有名な5・ k ックファイ5がモデル。石炭に関する話題が多い機関車でもある。もともとは設計上の問題で、過失が小さく、質の悪い石炭では、力が出なかったため、燃焼時の発熱量が多く、特別高価な、ウェールズ炭を特別に支給された。 その後フライングキッパー号を牽引中に脱線事故を起こした際、英国本土のクルー工場で修理と同時にベルペア式化室に改造され、通常の石炭でも十分な出力を得られるようになった。しかし、TV シリーズではその後も、なぜか石炭に関する話題が多い。長編第一作ではトーマスに、ド動島の特別な石炭を持ってきてもらっている。第10シーズンでは、通常の石炭だと、 真っ黒い煙が出やすいため、特別な石炭を使用していることが語られ、長編第4作でも同様の言及がある。しかし、長編第8作では、石炭による不調を疑われた際、ゴードンに、それはもう昔の話と言及されている。第17シーズンでは、質の悪い石炭を使用したため、煙が黒くなって、動作不良になる事態に見舞われた。前シーズンを通じて、故障。 修理の回数が多い。稀に顔がゴードンと同じになっているシーンがある。好きな木は森の外れにある願いの叶う木とロフホ城近くの森にある背の高い松の木。モデルとなったルナー a 1系、フライングスコッツマン詳細は、ゴードンを参照主に本線の急行列車を牽引する大型テンダー蒸気機関車。車体番号は4、色は青。 t v b シリーズでは一人称が俺になっているが原作では他の機関車同様僕と訳されている。二人称は基本お前だが相手によっては君やあんたということがある。プライドが高くイバリンボーでうぬぼれが強いがそれが災いしてトラブルや事故を起こしてしまうことがある。仕事は真面目に行うが貨者を引かされるとへそを曲げるなどエディ好みしてしまうこともある。 ジェームスやヘンリーと組んで小さな機関車をからかうなど短期で意地悪な一面も汚い貨車を扱うのを嫌がるジェームスやサーハンデルに化病を教えたこともある一方で豪快かつぎり硬い面も持ち合わせており同僚の機関車たちはもちろん客車や乗客への優しさを忘れずいざという時には持ち前のパワーで窮地を救う仲間たちとはお互い見下し合うこともあるが 最終的に和解し、役に立つ機関車として尊敬し合っている。ルナーの A1 型が、モデルで、実在する有名な機関車、フライング・スコッツマンと兄弟という設定である。ただしゴードンは、オードリー・ボク独自のアレンジで、実際の A1 との相違点が多く、これらは、ソドウ島入線に際して、クルー工場で改造された設定で、原作、第23巻では、 フライング・スコッツマンとお互いだいぶ変わったことを語り合っていた。なお顔のモデルは当時の担当編集者、エリック・マリオットと伝えられている。ヘンリーと同じく大型のテンダー機関車だが、ヘンリーよりも力が強い。客車を最大20両も牽引できる。貨車を扱ったり視線を走ることは大嫌いだが、貨車を扱わないわけではなく、たまには貨車を引くのも押すのもいいもんだと発言したこともある。 また、第6シーズンあたりから、エドワードの視線には、頻繁に入線している。第1シーズンでは、データンチにはまってしまったこともあった。第5シーズンではブレーキが効かなくなり暴走。オープンしたばかりのカークローナン駅の壁に激突し、ハット教と付き人が負傷する事故を起こした。この時に開いた壁の穴を利用し、ゴードンの窓が作られた。第10シーズンでは、 スピード新記録達成のため島中を回ったが、ある仲間を助けるために記録作りを諦めたことがある。その後2度目のスピード記録を達成し、トップハムハット卿から記念として、自分専用の客車をもらった。第9シーズン以降、客車も貨車も牽引できる。詳細は、ジェームスを参照中型テンダー蒸気機関車。モデルは、L、L&R クラス28蒸気機関車。車体番号は5。 色は赤。一人称は、僕。二人称は、君が多いが、パーシーを、お前と呼ぶことが多い。少し怒りっぽいが、お調子者でもあり、思い込みが激しい。綺麗好きで、仲間にボディを見せびらかすほどのうぬぼれ屋でナルシストである。貨車、客車両方を牽引できる機関車だが、汚い貨車を引っ張るのは嫌がることが多い。ゴードン同様、時にはトーマスなどの小さい機関車をからかうことも、 しばしば。だが本当は素直で役に立つ時もある。日本語版では、原作では名前はジェームズだが t v シリーズではジェームスと発音が異なる。原作真相版では t v シリーズに合わせてジェームスとなっている。原作では2巻に黒色で初登場。もともとは木製のブレーキ装備という古い形の機関車だったが、 猛スピードで走るカシャたちに押されて脱線事故を起こす。トーマスがクレーン車を使って助け、この後ヘンリーと同じクルー工場で鉄製のブレーキと整備し赤黒のボディに金ラインという新たな仕様に変えられた。赤い車体色は彼の一番の自慢になっている。塗装を塗り直されるたびに自慢する。ただし塗装に関しては汚される。変な色に塗り替えられるなど、 不遇な立場になることも多い。蜂に花を刺されたことがある。初期のシリーズでは、昔の事故のことを事故当時にまだ、都動鉄道におらず、知らないはずの仲間にからかわれることが多かった。第1シーズンで、ゴードン、ヘンリーと共に謹慎処分を受けたことがあり、単独の謹慎も経験している。第9シーズンで、トップハムハット卿から、自分専用の青い貨車をもらう。 エドワードと同じくらいの大きさだが、大きな機関車の一台として扱われている。CG シリーズではエドワードより一回り大きくなっている。アンチディーゼル主義者であり、ラスティーやボコのことも嫌っている発言をしたことがあるが、ソルティーとフィリップとは仲がいい。詳細は、パーシーを参照実物の蒸気機関車にお面をつけた、パーシー小型タンク蒸気機関車。色は黄緑。車体番号は6。 一人称は、僕、トーマスの親友、頑張り屋だが、いたずら好き、やんちゃ、お調子者の三拍子を備えている。怖がりで幽霊などがとても苦手。祖道島に来て、だいぶ経っているにもかかわらず、知らない言葉や知識が多く、ってどんな意味と仲間に聞いたり、単語の聞き間違いをすることが多い。トーマスが視線に転じたことで、ナップフォード駅の入れ替えを、 ゴードンたちがしなくてはならなくなったことによるストライキが発生した際、ハット教が機関車工場から購入し、名前はハット教が命名。当初はナップフォード駅の客車、貨車の構内入れ替えを主な任務としていたが、取扱量の急増で消失力のパーシーは任を解かれる。以後、自動専用列車、夜行郵便列車、ミルク集荷列車の経営など、 小編成の運行を中心に、貨車の入れ替え支援もこなしている。CG シリーズ以降は、郵便列車が主な仕事になっている。他の機関車に比べて貨車にいたずらされることが多く、事故や脱線の被害も甚大なものである。ボディが汚れることを、他の機関車にからかわれたり、バカにされることも多い。ゴードンたちにいたずらを仕返しされて、進めの信号を戻れと勘違いしたことがある。 原作では当初のパーシーは架空のデザインをダルビーに施され、オードリー牧師の悩みの種となっていた。ダルビーはグレートウェスタン鉄道の1340型をモデルにパーシーをデザインしたが実写と異なり、サドルタンクがボイラー部の下部に回り込んでボイラー部全体を包み込む機関車として正しくない形状となっており、オードリー牧師がダルビーに見切りをつける原因となった。 その後、ガンバピーター・エドワーズに担当の差し絵画家が交代してから、ようやく、エボンサイドクラス SS をモデルにしたデザインに書き直された。これは、イギリスの鉄道車両メーカーが4台施設向けに作った統一規格機関車の一種である。詳細は、トビーを参照イーオンバレー鉄道をミットン駅にて、停車中のトビーネンを召した箱型の小型路面機関車で、顔は四角。 車体前面に牛ヨけ、側面に脇板がついている。木造のため、色は茶色。車体番号は7。モデルはルナーの J70K。日本語版での一認証は、僕。車体には金がついており、汽笛の代わりに、これを鳴らすのが他の機関車との相違点。性格は明るく真面目で誰にでも優しいが、怒らせると怖い。トーマスやパーシーのさらに下の出力しかない。 最小出力機関車で長距離走行にも向いていないが、路面区間を走行できる装備を持っている。ハット橋の鉄道にやってくる以前の路線が廃止された翌日、客車のヘンリエッタともどもハット橋に引き取られ、路面区間がある路線での貨物列車の経古や行員輸送の運用についた。以降は、メイビスらと共にファーカーの先の採石場で働いているが、 観光客用の貸し切り列車などいろいろな商品性の牽引も行う。普段はヘンリエッタを使っているが、トーマスが他の任務で不在の場合は、彼がアニーとクララベルを牽引したこともある。第8シーズンではエドワードが他の任務で不在の時にウェルスワース駅構内の貨車入れ替えを務めた。また、第10シーズンでは急行客車を引いた。原作では名前がトービーになっていたが、 人形劇では、トビーと呼ばれている。トビーの歌という彼を題材とした楽曲があり、テレビシリーズでは彼専用の BGM としても使われている。来島当時は、緑のボディだった。来島当時の車体番号は70だった。謎の機関車、ジェフリー第1シーズン、トーマスと、魚釣りただし、長編第4作では、ゴードンから、そんなに小さくないと言われていたことがある。最近は、 パーシーの運行が中心である。日本の国産無式では、ランボードの位置を高くして、動輪を避ける手法が一般的になったため、ランボード上にタイヤハウスのある国産機関車はほぼ皆無に等しい。トーマスが作中で引き受ける夜行列車などの本線の小編性での運行は、C11 系が持っているエピソードでもある。特に有名なものが、電化前の佐世保線における特急、 桜分割編成本向きである。鮮度の牛、オンボロ、エドワード、役に立つ機関車、エドワードなど、頑張り屋のエドワード、エドワードとブラスバンドなどハットとはいえ彼のせいではなく、クレーンのビッグミッキーを操作していた、作業員のミスによるものである。ハービーには、機関車じゃないみたいだと、ロッキーには、邪魔になるという発言だった。第五シーズン、クレーンのクランキーと、ジェームスが危ないの、 1> 第1世のみ、内海健二が担当。第15シーズン、エドワードは、ヒーローのみ、三宅健太、長編第6作のみ、佐々木望が担当。第1シーズン、出てこいヘンリー第1シーズン、ヘンリー大活躍。しかし、第8シーズン中にも、客車を牽引しているシーンがあり。第9シーズンでは、追突事故を起こしたゴードンに代わってエミリーと共に、休校を牽引したり、 第17シーズン以降は赤茶色の視線客車をよく牽引しているシーンがある。第23巻第1話、ヘンリーと炭水車それも解体処理予定の汚い、廃車状態の炭水車である。連結機、炭水車などに若干の違いはある。作者による設定、一般的な石炭の発熱量12,700バイト TU、IB に対しウェールズ炭は13,900バイト TU。 IB である。ただし、それが、ウェールズタンなのかは語られていないため不明。ゴードンの手違いで積まれてしまったことがある。ヘンリーとヒロ、特に、第1シーズンではその傾向が顕著だった。第4シーズン、からかわれたピーター・サム特別番組、トーマスの秘密旅のみ、田中勘が担当。ただし、復刻版の原作絵本では、t v シリーズに順じて、俺様と訳されている。 その際、ジェームスはトーマスに、サー・ハンデルは、ピーター・サムに仕事を代わってもらったが、彼らのせいで二台とも事故に遭ってしまう。パッと見てもわかる違いとして、元になった A1 型はテンダーが四軸車なのだが、ゴードンは三軸のものに変えられているなどがある。ただし TV 版では、マードック、コナー、ケイトリンなど、より大型の機関車もいる。これは牽引力の話で、それ以外の用途の車両では、 ロッキーのように、もっと強い力のキャラクターもいる。ハット後に登場するサムの場合には、歌詞を最大40両も、牽引できる。第1シーズン、ジェームスの嬉しい日第2シーズンでは、最初に入選した時は、駅長の連絡ミスで、エドワードを本戦に入れてしまったことが原因で、入選せざるを得なくなった、ゴードン溝にはまる、ゴードンの窓より、2回目は、自分のブレーキが効くようになる。だが、 出てきたのは2017年現在そのシーンのみ、第19シリーズ移行下車を任されるとへそを曲げ、ヘンリーと仕事を入れ替えることになった時は仕事を投げ出した車輪配置は0から6から0だか、本人は2から6から0である。鉄道の歴史が古いイギリスでは、真空ブレーキ普及以前は、ブレーキの強度の微調整ができなかったため、ブレーキのかかりすぎで車輪を痛めないように、 歌詞などの片行きのブロックでブレーキシューを作り、こちらが削れるようにしていた時代があった。その後真空ブレーキと鋼鉄の車輪が標準装備になっても、木製ブレーキシューはしばらく使われていた。TV シリーズ、トーマスの初めて物語では、ジュディとジェローム、原作一巻にはジェームズそっくりの赤い機関車が登場している。人形劇ではそのシーンがトーマスに置き換えられている。 トーマスの初めて物語では、黒いジェームスが登場している。ジェームスは、作中何度も塗り直される。第1シーズン、汚い機関車で、トビーに、靴紐の事件を知られたり、第2シーズン、双子の機関車で、タール車に激突したという事件をダグラスに知られたりと、機関、この揉めごとこれは、ジェームスの過ち、いたずらはダメだよジェームス、膨れっ面のジェームスにおける罰。 もらってからはこの歌詞で仕事をしているのに汚れていない。理由は語られていないため不明だが、その後自分の青い歌詞たちによって恩をあだで返された。第8シーズン、偉大なエドワードの冒頭のナレーションでは、エドワードとジェームスの大きさが同じであると言及されている。ただ、ラスティとは今のところ共演シーンがなく、面識があるのかも不明。フィリップとは、 橋から落ちそうになったところを助けてもらったことから、仲良くなった。長編第12作では、歌唱部分のみ、クリストファー・ラグランドが担当。日本語訳では、代表、大、小と聞き間違えたのをはじめ、お披露目を、お披露目、復旧作業を、復筋作業、用心を、用心棒、回想を、回想などと聞き間違えている。第8シーズンでは、 たまに旅客列車を担当すると客車をぶつけてしまったり、駅に着いてからは大量の蒸気を吐いてしまうほどひどく、決まりが悪くなってしまっていたが、ゴードンの指導のもと、克服された。反面、貨車の方からパーシーと変わってほしいと要求することも、ある。海に落ちたり、貨車に乗り上げたり、橋から落ちるなど、この形状の機関車は、模型としての制作はできるが、 実車として走らせることを想定した場合、ボイラー部の熱が放出されないため走行中に爆発する危険性が高く、ボイラー部のメンテナンスがしにくいといった致命的な欠陥がある。第24シーズン、A、ニューアライバルのみロブラックストローが担当。ただし、初期の話では汽笛を鳴らしているため、汽笛も併用されているのがわかる。第13シーズン、トビーの新しい汽笛では、 金の修理中に代用品として、汽笛をつけていた。第5シーズンからその路線の機関庫が復活している。ありがとうございます。